ジョーブロックエスチョです。わたかの島に行った動画上げたやん。なんと視聴者さんでわたかの島でより売春島で働いてた人と知り合って、今回ちょっとインタビューさせてもらうことになりました。いつ頃ですか？10年、11年前ぐらい。はい。どれぐらいそこにいたんですか？2年ですね。どういう経緯でそう？これはですね、兄が借金をしまして、その方がいきなり家に誰かさんが来て、ちょっと来てっていう感じで出されて、ありですよって言って出てったら、お兄ちゃんって何って言ったら、それがついて俺の代わりにお金つけてマジっすかって言われて、どういうことって言ったら、安田さんが出てきて、これ全部500万貸してるから500万作ってきてって言われて、それでですかってなって、もうそれからトントン拍子ですよ。周りの自分のいるものだけパパパッと持って、その500万円ですか？あ、まあ行ったら親方さんっていうのがいて、でそのオーナーの人がまあ3.1基金で飛ぶだったから、私が100万ポンと渡して、それを持って帰るんですよ。であとは頼むねっていう感じで置いてかれるんですよ。年産バカとかたくさんいて、まずはホテルのコンパニオンとして入るんです。そこの中で頭っていうのがいて、私たちのグループの中で。2万で、もう例えば1時間で泊まりが4万。そうです。はいはい。でそれで交渉してくれて、あぶれることはまずないんですよ。宴会は2時間あって、でまあそこなんかショーとかもやらされたりとか。へえ、どんなショーですか？着物着て、なんか全裸ですよ。ヘビーローテーション踊ったりとか。そこまでじゃなくて、踊って見えるか見えないかっていう、この踊る子は「かなない」って言って、宴会入った子たちはお金がもらえるんですよ。私もそれをやらされました。バックどれぐらい入るんですか？折半です。あ、折半ですか。もうじゃあもう半々ってことですか？そうです。ほとんどお金は持ってかれますよ。まあもう借金っていうか。そうだから、何で生活してきたかっていうと、体がもらえるんですよ。それで生活ができるっていう。もうチップで生活するみたいな。そうですそうです。結構そういう人たちばっかなんですか？その借金でこう、まあホストに積み込んで払えなくなってきた子もいれば、親に売られてきた子もいるんですよ。でもその売春島自体はなんかこう裏と直接は絶対繋がってないみたいな。ヤクザって言いますけど、連れてくるのはほとんどヤクザ。ああ、もうヤクザ自体がもうその斡旋というかに入ってやってるけどもみたいな。置き屋とか、その置き屋自体は経営してるのは別にヤクザじゃなくて個人で、それがめちゃめちゃ多かったっていうことですよね。そうですね。その当時は当時なんかこう400人以上いた。私がいた時で自分の置き屋で25人とか30人ぐらいいたんですよ。みたいな与えられて、その代わり半年ぐらいは監視付きですよ。うわぁ、完全にタコ部屋ですね。買い物行く時も外に出ないといいよとか安くはないので、姉さんたちと一緒に行かないとダメなんですよ。飛んだ子がいるんですよね。ああ、いやそりゃ飛ぶっすよね。だけどまあヤクザさんからかけられちゃダメなので、行為自体はもう最後までやるってことですか？そうです。全部ですか？全部です。何歳ぐらいの方なんですか？女性たちは。下は18、上は50ぐらいの人と宴会に出てやってた。全員日本人ですか？一番日本人でした。外人さんだけが起きやとか。でももう急激に減ったじゃないですか、最近やったら。私がいる時も定額1回入ってるんで、その時は大変でしたけどね。もう昔はだってその売春島自体が一つの文化みたいな。そうですね。でその会社の社員旅行とかで行ってとかで、もうみんなで遊ぶみたいな。そうですね。この前その行った時に、まだやってちらほらなんかやってたんですよ。多分数人とかなんですけど、結構その海外の年取ってた人なんですけど、スナックみたいなとか、そこの店員さんに聞いてたら、その店員さんは多い時やっても1日で100万とかじゃ期間レベルが1日で動くって話ですよね。その一軒の置き屋とかで。そうですね。女の子1人泊まりでついたら4万じゃないですか。30人ぐらいいるとするじゃないですか。一晩であんなにいい額ですよ。だけどもうその警察が入ってきてって言って、サミットあったじゃないですか。あれのちょっと前ぐらいに入って、その時はもうずっと売春しなかったです。サミットって伊勢湾岸サミットかなんか、そのサミットしたです。何サミットやめろ、そのコミットみたいな。そのサミットを減ってなんか変わっていったってこと形にしていこうって形で、どんどん減っていく。でも今はもうほんまに水面下で警察が入ってきたらダメになるじゃないですか。結局それで借金とかどうなるんですか。そこで働けないってことになったら、多分そのことは借金返してもらってる子ばっかりだったから、それでもみんながそのああいうところにいたら抜けないんですよ。甘い蜜吸って、あとお金入ってくるし、ほとんど残ってましたね。私は子供がいたんで、中学校上がる時にもう借りたかった。ああ、なるほどなるほど。本当に親に売られてきたのってめっちゃかわいそうすぎて、心に傷じゃないですけど。何かしらいろんな理由があって皆さんそこに来てて働かざるを得ない状況ができちゃってる。そう、不利じゃないと見えないから、船頭さんにこの子来たら出さないでって言ったらできないんですよ。私がいた当時はもう本当に全盛期ぐらいの勢いだったんで、その500万って金額も私1年で返しました。その後は1年はお礼奉公っていうのを働かせてもらったんで、1年は働いてくれっていう。でも今とかはもう廃墟タウンみたいになってました。そうですね。でも旅館って看板だけあるけどみたいな状態だったんで、もうそこ自体を観光地化しようっていう形にしてるんですよ。その港を変える時も見てる時も、そのなんかカップルとかもいたんで、でもその家族とか子供とか連れてる人とかは、でもそんなめちゃめちゃ人がいるってわけじゃなかったんで、ネットにさらされながら静かでいいなって感覚とかな感じでしたけど、映画とかテレビみたいな話ですね。だってもうネットとかでも都市伝説とか書いてあるんですよ。だからもうその都市伝説をもう調べに行くっていう感覚で行って、ほんまに昔そんなことが実際にあったんやっていう、こう歴史を感じれたりとか、ちょっと貴重な話ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。